今日はゼミみたいでとっても私としては非常にいいんですけど江戸川河川事務所の事業対策官の江口さんにお願いしております。首都圏外郭放水路です。で、この首都圏外郭放水路は日本最大の放水路でしょうね。これね、地下を流れる放水路で、今日この2番目に写真が出てきますけれど、非常に美しい施設としてですね、注目されてまして、高橋さんは言ってないけど後で紹介してもらうと、海外のウェブサイトにも相当出てるという話で、2番目 の写真に、何ですか、スターウォーズのキャラクターを載せて、ウェブサイトを作ってる人がいるというそういう非常に面白い施設です。で、ちょっと昨日警官の中村義雄先生とお話ししていただいたんですけど、中村先生、なんでこういう全然デザインに配慮してないものがそんなに美しいと言われるんですかというのをお聞きしましたところ、島谷さん、美しさとか人に見られるというのを全く気にしないで物を作ると美しくなるんだよって分かったような分からないようなことを話していただいたんですけど、見られるということを全然気にしないで、全てそぎ落としてシンプルなものが美しいというようなことだと思うんですけれど、そういうことも含めて、元気がない土木の中では、唯一非常に昔ながらって言えば昔ながらだけど、非常に新しいって言えば新しい、不思議な土木施設ですので、ぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。紹介に預かりました江戸川河川事務所の江口です。それでは説明をしていきたいと思います。まずこの映像ですけれども、今年のですね、10月に台風18号が来ました時にですね、越流する瞬間の写真です。ちょっと見ていただきたいと思います。徐々に水が来てます。ザーッと今流れ込んでいるところです。これがですね、第三立港のですね、倉松川からの流入しているところでございます。徐々にですね、下の方に、溜まっていくというような状況です。地下の様子はですね、このような形でですね、縦坑の壁に沿ってですね、流れ移るような様式になってますので、その通りになっているというところです。そしてですね、これの水がたまり出しますとですね、縦坑から貯圧水槽、先ほどの写真もあった通りですね、そこにですね、流れ込むというような状況になります。手前側がですね、縦坑です。第一縦坑。そしてまだ先の部分がですね、貯圧水槽になってますが、まだ、通流、貯圧水槽までは入っていかないような状況ですね。水位が徐々に上がってきまして、一番先の方のですね、ところに、水が入っていく状況です。ちょっと上の方ですけれども、この付近ですけれども、徐々に貯圧水槽に入っていくというような状況でございます。このようにですね、外国放水路につきましてはですね、もう50回以上ですね、このような形でですね、流入して効果を上げているというところでございます。慣れないんで。
それでは、いきたいと思います。これが先ほどですね、流入しようとしているところのですね、調和水槽でございます。このような形でですね、柱が59本あります。そしてですね、下行ってみますと、やはり高さが18メートルありますのでですね、本当に見上げるような形でですね、柱が林立しているというような状況になっております。そして、やはり夏場に現場に行きますとですね、やはり霞んで見えます。そういうことでですね、霧が発生して遠くがよく見えないというような状況になりますので、より神秘的なものになるというところで、冬に来てもですね、視界が良すぎて、あまり神秘的には見えないのかなというところです。やはり6月から8月のちょっと湿気の多い時にですね、入っていただくと、地下は15度ぐらいで安定してますのでですね、少し霞んで見えて、非常にいいと言われております。そしてこれが縦坑になります。第一縦坑ですけども、深さが約60メートルぐらい、でございます。このような形で、この下からですね、水が、出てくるということでございます。そしてこれがですね、縦坑、まだ工事中ですけれども、縦坑を下から見たところでございます。まっすぐ丸くなっているのがですね、トンネルでございます。約10メートルの大きさがあるということでございます。これがトンネルでございます。やはりこれも10メートルありますのでですね、地下に行った時にはかなり大きいなと思います。これがですね、国道16号線の下をですね、約5キロほど走っておりまして、国道と河川がですね、一体的になってですね、できたというようなことでございます。そういう意味で用地買収が少なかったということもありましてですね、非常に早くできたというところです。全体でトンネル延長は 6.3 キロあります。これがですね、昭和排水機場になります。ここに、毎秒50トンのポンプがですね、4台ございます。ポンプ自体は地下室に入っておりましてですね、上の部分はですね、管理操作室とかですね、あとは事務室等になっておるというところでございます。放水路の実績ですけれども、できてからですね、今年までですね、53回、実績があります。そしてですね、年間、全体でですね、9000万トン、リュウベのですね、排水をしているということで、非常にですね、毎年5、6回、平均すると5、6回のですね、稼働実績があるということで、非常に、毎年活躍をしているということでございます。放水路の治水効果の例でございますがですね、平成12年にですね、約160ミリぐらいの雨が降っております。その時ですね、137ヘクタールのですね、浸水被害があったというところですけれども、稼働したですね、平成16年にはですね、199ミリ、平成18年ではですね、172ミリの雨が降りましたがですね、被害は、過去よりも減っているというところです。雨の降り方とかいろいろな状況で多少変わってきますがですね、この外国放水路が、排水したおかげでですね、被害が減少しているのはですね、確かな状況でございます。それでは簡単にですね、首都圏外郭放水路がですね、どの位置にあるかというのを説明したいと思います。外郭放水路はですね、首都圏の約30キロ圏にですね、あります。中川綾瀬川というですね、非常に緩い川のように設置されているというところでございます。それでは中川の、流域の所見ですけれども、流域面積は987平方キロ。これはですね、大体埼玉県の面積の4分の1ぐらいになるというところでございます。そしてですね、流路延長的には中川は、東京湾から81キロの流路延長があるというところとですね、流域内の人口はですね、327万人と、ゆっくりですね、かなり多くの人がいるというところでございます。そしてですね、中川綾瀬川につきましてはですね、非常に勾配がないと
というところで、まあ、5000年前頃はですね、ほとんど海だったと言われております。周辺の大地にはですね、貝塚等がありまして、このような形でですね、海だったというところでございます。そしてですね、中川隆起が変わったのがですね、江戸時代でございます。江戸時代の前はですね、利根川自体はですね、こちらから、流れまして東京湾にですね、まあ、直接荒川を合流して東京湾に流れていたと。そして、まあ、今のですね、渡良瀬川はですね、まあ、今の江戸川沿いに沿って東京湾に流れていたということもありましてですね、非常にこの流路のところということで低い土地でございました。それがですね、江戸時代の1594年にですね、まあ、この地区のですね、川又というところ、羽生市の川又ということを締め切りましてですね、利根川の東遷事業というのが始まっています。そういう形でですね、利根川自体がですね、徐々にですね、太平洋の方にですね、抜けていったということもあってですね、こちらの地区につきましては、新田の開発等が起きたということで、非常にですね、まあ、田園地帯であったと。いうことでございます。そういう意味でやはり、田んぼですのですね、雨が降れば溜まりやすい地形だったということでございます。それと、先ほど申した通り、これがですね、まあ、江戸川、こちらが荒川になります。そういう意味で、まあ、江戸川よりも低い、まあ、このような形でですね、非常にお皿状の低い土地であった、あるということでございます。それとですね、河川の勾配ですけれども、海からまあ80キロ上がったところでもですね、20メートルほどしかないということでですね、他の鶴見川とか多摩川に比べましてもですね、非常に緩い勾配の河川であるということで、まあ浸水被害を起きやすい、河川でございます。まあ、昔の人はですね、人口も少なくてですね、やはり、自然堤防とかですね、そういうところで暮らしておりましたので、まあ、それほど被害はなかったというところでございます。それとですね、非常に人口がですね、増えたということでございます。昭和30年代には 5% 程度のですね、市街地であったのがですね、平成17年にはですね、50% と、いうふうにですね、市街化がものすごく激しくなったというところです。それとですね、どんな土地が減ったかと言いますと、水田がですね、その分減ってるということですね、宅地が増えた分ですね、水田が減ってきてるというような地区でございます。これは中川と綾瀬川の下流部の写真ですけれども、もうほとんど田んぼ、畑、そういうものがなくてですね、もう宅地オンリーというようなところでございます。先ほど申した通りですね、昔はですね、こういう低い土地に水が溜まる、それとあと降った雨もですね、畑とかそういうところにですね、池とかそういうところに溜まってですね、大きな工事が出なかったということでございますがですね、高台もこのような形で土地化されて、さらにですね、こういう低い土地もですね、宅地化されたということもあってですね、まあ、高い土地に住んでいる方はですね、まあ、低い土地に水が流れてしまうということですね、浸水被害等はありませんがですね、やはりこちらの住宅地の方はですね、非常に被害を受けてきたというところでございます。そういう意味で、昭和30年代からの浸水被害が増え始めてきたという地区でございます。それでちょっと過去の被害ですけれども、やはり昭和57年9月、まあ、浸水家屋は3万6千戸、昭和61年もですね、浸水家屋は2万2千戸、平成3年、もですね、3万1千戸というふうにですね、非常にですね、何万戸という家屋がですね、浸水被害に遭っているという地区でございました。
まあ、過去の一番大きなのがですね、昭和33年の神奈川台風の時ですね、こちらは非常に南部でもですね、被害を受けた、東京都内も被害を受けたということで、浸水価格が4万1千戸あったというところですが、この工事につきましてもですね、埼玉県内ではですね、このような形で、非常に、ほとんどのですね、低い土地がですね、淡水しているという実績がございます。ですから、流域のほとんど3分の1ぐらいがですね、水に浸かってしまったというような構造でございます。まあ、河川改修をするにはですね、まあ、堤防のかさ上げとかですね、があります。まあ、築堤等によってですね、洪水を、まあ、防御するということもございますがですね、やはり、前線にわたって工事をする必要があると。まあ、あとは、廃棄等が上がりますとですね、氾濫した場合、被害が増えるというようなこともありましてですね、まあ、外郭放水路から下流ですね、30キロ圏もですね、このような形で堤防を作るということはですね、非常に、まあ、時間と、がかかってもですね、できない、状況になります。まあ、それとあと、引き手ということも考えられますがですね、引き手もですね、より用地買収が多くなるということもありますのでね、これも非常に長期間要するということで、今、何万戸という方がですね、浸水被害を受けているということもありますのでね、長期間かかる事業というのはね、非常に、まあ、批判を浴びるというようなことでございます。まあ、過度掘削等もありますがですね、やはり海からの勾配が緩いということもありますのでですね、そんなに掘れないということと、まあ、護岸等の補修等が必要になるということで、これも非常に難しいということもあります。それと、まあ、遊水地や調節地でございますが、ダムの整備につきましてもですね、上流でも、まあ、標高が20メートルぐらいということもありますのでですね、まあ、ダムを作る適地がないと。いうことと、遊水地につきましてもですね、小さな遊水地はまあいくつか作れますがですね、大規模な遊水地というのはですね、非常に高度に利用されている土地がですね、非常に高度に利用されている地区のですのでですね、なかなか適地がないということもあってですね、非常に難しいというところでですね、まあ、放水路が作られるようになったというところでございます。中川綾瀬川流域のですね、まあ、放水路ですけれども、下流部はですね、新中川というのがですね、昭和38年東京都で作られております。これは下流部曲がっていた中川をですね、旧江戸川にまっすぐ抜いたというような事業でございます。それとですね、三郷排水路、これはですね、平成8年にですね、中川と江戸川を結ぶ放水路を作っております。それとですね、綾瀬川放水路、これにつきましても、綾瀬川と中川を結ぶ放水路を平成10年に作られております。そういうことと上流にですね、埼玉県が作りました幸手放水路というのも平成11年作られております。そういう意味で、この中川綾瀬川流域につきましてはですね、非常に放水路の事業が多いというところでございます。そして、今回できたのがですね、首都圏外郭放水路でございます。平成14年に、まあ、100トン完成、まあ、平成18年に、200トンの流量が完成しているというところでございます。まあ、あと、流域内ではですね、埼玉県産等がですね、かなり調整地の整備等を実施しているというような状況でもございます。これがですね、新中川でございます。延長 7.8 キロの水路を、東京都の葛飾区高砂から作られているということで、まあ、当時も非常にですね、まだこれほど家は建ってなかったと思いますがですね、非常に一定、等の保証、用地買収等にですね、苦労したという話でございます。これがですね、三郷放水路でございます。これもですね、やはり、当時はまだこれほど家が建っていなかったということもありますのでですね、まあ、割と、今よりは楽だったと思いますがですね、まあ、これも用地買収等でですね、非常に苦労したということでございます。これは綾瀬川放水路でございます。綾瀬川放水路につきましてはですね、これも道路と連携いたしまして、この、
外環道のですね、上下流にですね、まあ、緩衝帯としましてですね、放水路を作ったということでございます。これもですね、やはりかなり計画からですね、完成するまで時間がかかったというところでございます。これは埼玉県が作った大吉調節池というところでございます。まあ、やはり調節池もですね、非常にこういう管理河川ではですね、必要であるということもありますのでですね、埼玉県さんは一応このような形でですね、作っていると。この面積が 10.3 ヘクタール、貯水容量が40万立方メートルを貯留するというところでございます。ちなみに首都圏外郭放水路のですね、地下に溜まれる量でございますがですね、それは67万立方メートルのですね、貯水容量があるというところでございます。まあ、この1個分よりもちょっと多いということでございます。それでは首都圏外郭放水路の、イメージをちょっと説明したいと思います。この図がですね首都圏外郭放水路のイメージでございます。一番端がですね大落とし古利根川第五立て溝というものがございます。一応ここから、まあ、85トンの水を計画では85トンの水を落としてですねこちらに導くと。そして第4立て溝につきまして、高松川という小さな川ですけれども、6.2 リューベル。それとですね、倉松川、これが100トン、一番大きな流量がございます。それとですね、中川が25トンを第3立て溝に落とします。それと、18号水路という、まあ、小さな農業用水でございますが、ここで 4.7 トンの水を第2立て溝で、持ちまして、第1立て溝に水を導きまして、排水機場よりも、200トン排水するというような計画になっております。第一立て溝と第二立て溝の、まあ、この付近からほとんどですね、16号の下をですね、50メートル下を通っているというような河川でございます。まあ、地下に作られた理由ですけれども、やはり海水路では地域の分断や用地買収の長期化が懸念されたということですね、やはり効果の早期発現がですね、必要な地区ということもありましたですね、まあ、用地買収の少ないですね、道路の下を通したというところでございます。工事着手はですね、平成5年3月、暫定通知がですね、平成14年6月というところでですね、9年でですね、まあ、暫定通知できるようになったというところで、完成につきまして平成18年と、いうところでですね、約13年間でですね、効果を発揮しているというものでございます。まあ、予算的にはですね、2300億円ほどかけてですね、13年でやりましたので、まあ、平均しますと200億近くのお金をですね、毎年使ったというところでございます。それでは各構造物のですね、施設を紹介していきたいと思います。まあ、流入施設でございます。これは越流堤を設けましてですね、河川の水位がですね、ある高さに来た時にですね、この越流堤から越流させまして、立て溝に導くということでございます。まあこの写真のものがですね、倉松川にありますですね、施設でございます。計画流量はですね、毎秒100トン入る能力を持っているということでございます。それでまあ各々のですね、流入施設につきましてはまあ各々の高さと幅のですね、自流堤を設けております。やはり、自然越流にしているということもですね、まあ、河川では結構多いというところでですね、この流量がですね、トンネル内に導かれるというところでございます。そしてですね、まあ、流入施設のところにはですね、スクリーンというですね、ゴミを防止するものを設けております。そういう意味で、そのスクリーンにですね、ゴミがかかりますのでですね、トンネルの中にはですね、そういうゴミ等はですね、あまり入らないということになっております。
スクリーンのメッシュがまあ3センチメッシュでございましてですね、まあ、ほとんどのまあゴミはですね、ここで、取られるということで、まあ、工事があったとですね、首都圏が確保するのは浄水槽を言ってもですね、ほとんどゴミがないというような状況でございます。続きまして、立て坑でございます。まあ、立て坑につきましてはですね、大きさが、まあ、31.6 メートルのものとですね、があります。それと、まあ、第三立て坑と第五立て坑につきましては、先ほど申した通り、流入水がですね、壁に沿って入るというようなことでですね、このような形のドロップシャフト式というようなですね、ものを作っております。そしてですね、立て坑につきましてはですね、まずですね、施工的にはですね、地中連続壁をですね、このような形で作っております。これがですね、深さ的には地上から約130メートルほどのですね、深さまで連壁を作っております。その後、本体を掘削をしながらですね、上からコンクリートを打ちながらですね、立て坑本体を施工しているというようなことでございます。一応このドロップシャフトにするということでですね、いろんな実験をしました。そういうことでやはり直接ですね、100トンの水を底板に落としますとですね、非常に、まあ、底板等のですね、を傷めたりですね、水流的にですね、少し悪影響を与えるということもありますのでですね、このような形のドロップシャフトを作ったということでございます。まあ、第三立て坑につきまして、このような形で、倉松川と中川が入るということもありまして、このような2本の流れがですね、できるということで、倉松につきまして、このような形で、壁地に沿って流れる。中川からは直接、このように落ちるというような形式になっております。まあ、やはりこれも2つの工事が交差してですね、不要な抵抗が発生しないような形でですね、採用されたと言っております。これが工事中の写真でございます。一応上からですね、一応鉄筋を組み立てて、まあ、いるような写真でございます。一応ここ、またコンクリートを打った後ですね、またここを掘ってですね、次にまた、コンクリートを流すというようなことでございます。これはもう定番コンクリートを打ってるところでございます。それでトンネルですけれども、やはりこれここもですね、大きさがですね、10メートルある、10.6 メートルあるというところでございます。やはり最大流量200トンの流す、まあ、世界最大級と言っておりますが、あまり東南アジアとか向こうではですね、こんなものは必要ないと思っておりますのでですね、日本では まあ、最大級ということでございますので、まあ、世界最大級なのかなと思っております。まあ、掘削延長につきましてはですね、各々のトンネルにつきましては約 1.3 からですね、まあ、2キロ近くということですね、シールド工法によってですね、掘っております。まあ、シールドマシンの、ことですけれども、一応ここのものにつきましてはですね、泥水式シールドトンネルと言いましてですね、泥水をまず先端部に入れましてですね、そこで、まあ、掘りな切り幅を安定させながらですね、掘り進んでいくというところでですね、一応、セグメント等はですね、自動的に、設置しましてですね、安全安定化を図っているというところでございます。一応こんな立て坑との関係につきましては、一応このような形で掘り進んできたということでございます。この写真はですね、立て坑内でですね、シールドトンネル、シールドマシンをですね、組み立てているような状況でございます。まあ、クレーン等はですね、上から下ろしてですね、
一応このような形で組み立てているような状況でございます。これはセグメントの組み立て状況でございます。このような形で自動的に組み立てているということとですね、右下の写真がですね、一応セグメントをですね、電気カーですか、それで運んでいるような状況でございます。そしてですね、縦高に到達したところのシールドマシンでございます。一応このような形で錆びて、真っ茶色になってですね、出てきたところでございます。一応このような形で、出てきたものは、まあ、撤去してですね、いるというところでございます。そしてこれが調圧水槽でございます。やはり先ほど見た通りですね、長さが177メートル、まあ、内空高18メートル、幅78メートルということでございます。やはり長さが、ね、177メートルありますのでですね、夏場はですね、やっぱり150メートルぐらいまでしか見えなくてですね、この先何があるんだろうというような状況になります。これが調和水素の建設状況でございます。この型枠で囲まれているのが柱でございます。柱の立てたところでございます。やはりこういう外に出てるとですね、大したことないなという感じがしますけれども、やはり地下に潜ってですね、見上げると結構高いと、すごいなという感じがいたします。そしてこれが排水機場でございます。ここのですね、エンジンにつきましてはディーゼルエンジンは使っておりません。ガスタービンエンジンを使いましてですね、やっているということで、このガスタービンはですね、130人の量でですね、飛行機と同じようなですね、ものを使っているというところでございます。このガスタービンにつきましてはですね、まあ、改良をしてですね、AGU が使えるということで、まあ、AGU を使うのは少し珍しいということでございますがですね、AGU を少し温めましてですね、使っているというのが状況でございます。そして、まあ、羽車につきましてもですね、このような 3.756 メートルのですね、羽車を使って、毎秒50トンの能力があるというところでございます。これが、羽車を施工しているところでございます。そして右がですね、減速機でございます。ガスタービンはですね、毎秒、まあ、毎分4000回転でございます。そしてこの減速機を使いましてですね、毎分145回転に落としてですね、ポンプを回していると、羽車を回しているというようなことでございます。これがですね、設置されている、現在の設置されているものでございます。こちらの奥の四角い建物がですね、ガスタービンエンジン。こちらのものがですね、減速機になっております。そしてこの赤い丸印はですね、今火災の時に二酸化炭素を噴出させる装置ということでございます。まあ、火事になった時はこれを噴出させて、まあ、鎮火させると。ということでございます。これが排水機場の操作室でございます。まあ、ここでですね、一括すべて管理しているというような状況でございます。やはりここの施設につきましてはですね、結構、珍しいということもありましてですね、テレビの、番組等にですね、使われております。ここもですね、仮面ライダーとかいろんなものに使われたと聞いております。最近ではレスキューホースとかなんかで、そういう子供向けの番組も使われたそうでございます。それでこれが、江戸川にですね、抜く排水機関でございます。このような形で、江戸川に排水するという機関でございます。一応6連の、になって 5.4×4.2 のボックスが6年あるということでございます。これが工事中の写真でございます。そしてですね、一応このような形でですね、まあ外郭放水路が出来上がったと
ということでございます。それとですね、最後になりますがですね、首都圏外郭放水路のですね、見学会をやっております。毎週火曜日から金曜1日3回やっております。まあ、午前中1回、午後2回やっております。そして定員は20名様までということでございます。そして月曜日はですね、21名以上のですね、団体さんの受付になっているということでございます。そして受付期間はですね、30日前から1週間前までということでございます。でもこれ結構人気が高くてですね、結構30日前の夜中にですね、もう予約を入れてしまうという方が結構おりましてですね、なかなかこの見学会には参加できない、そういう苦情が結構寄せられております。まあ、皆さん詳しくは江戸川河川宿場のですね、ホームページをご覧いただければと思っております。そしてですね、まあ、土木の日といいますかですね、昔土木の日の記念ということで外郭のですね、特別見学会というのをずっと開いております。今年もですね、11月の14日に開きました。その時はですね、4000人ちょっとの方がですね、この放水路の地下をですね、見学したということですね、かなり雨も降っている中ですね、非常に人気が高いのかなということでございます。ただし昨年はですね、約6000人を超えるような人が来まして、ちょっとパニックになりました。まあ、そういう意味では、結構テレビ等でですね、放映されておりますのでですね、まだまだ人気が高いのかなと思います。一応説明はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、土砂が結構というか細かい土砂が入ると思うんですけど、それはどれぐらい入るんですかね。どうしてなんでしょうか。ですね、土砂の量はですね、そんなに多くないです。おそらく1回の洪水でもですね、1センチに満たないぐらいの形です。ただ何回か入りますので、まあ 4,5 センチになりますけれども、それはまあ、調和水素については1年に1回、掃除をしています。あとトンネルにつきましては少し大変なので、何年、3、4年に1回、掃除しているというような状況でございます。やはり緩い河川ですので、割と洪水でもですね、そんなに土砂量が多くないということでございます。はい、よろしいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。じゃあ最後に引き続きまして、ハザメのせい、参りたいと思います。じゃあどうもありがとうございます。拍手をお願いいたします。少しずつ人が。ありがとうございます。じゃあハザメのせいについてお話しさせていただきます。断片的に聞いたことのある方がいらっしゃると思うんですが、今日はちょっとまとまってアザメの瀬だけお話しさせていただきたいと思います。これが自然再生をする前のアザメの瀬の姿です。すごい綺麗な水田でですね、でここをまあ用地買収して、湿地に戻したわけですが、最後の年大豊作でした。まあ、この川の上流に非常に狭いところがあって、でそこを開削すると上流が水害から助かるということで、まあ、この地域が最後まで取り残されてましてですね、ここの治水をどうするかということで30年間開かずの駒泣きっていう狭窄部があったわけですけど、狭い部分があったわけですけれど、ここを用地を買うことができてですね、その治水ができるようになったわけですが、その跡地として、この場所を自然再生、工事をしたわけです。で、あそこ竹が見えてますね、竹林が。で、まあ、この地区は、こういう水害防備林で守られた場所で、毎年のようにですね、大体1年に1回ぐらい水害に遭う場所です。で、場所は佐賀県の、ちょうど唐津市、今全部唐津市になってしまいました、これ。町村があって。下流の方は全部唐津市です。
で、アザメの瀬というところで、下流から 15.8 キロの地点ですね。ちょうど私が、ここの事務所の所長に行ったときに、ここの用地買収にちょうどかかってましてですね、跡地利用どうするかということで、自然再生事業というのはちょうど始まってましたので、地元に行ってですね、自然再生しませんかということで始めたものです。で、少し、どういう環境の変化があったかというのを見てみたいと思いますが、昭和37年と平成11年の測量結果示しておりますが、まあ、川がこんな広くなってます。で、堤防も高くなってます。で、こういうこともあってですね、川の水位は昔より随分低いところに流れていて、この両側の田んぼとか、ね、この川のつながりがなくなっているということですね。で、これは昔の地形図、治水地形分類図という昔の地形分類図なんかを見ながら、どういうものがなくなっているかというふうに見てみますとですね、昔は旧河道があったり、いろいろなところで、湿地があったり、川もこんなだ、ちっちゃい水色のが昔の川ですが、蛇行してたりした。で、補助整備する前の川はですね、田んぼはですね、川とつながってましたので、それをまあ、昔の湿地というような形で面積を求めてみますと、約この松浦川の中流部で14平方キロぐらいの湿地があったんですけど、現在1平方キロぐらいしかないということで、この氾濫源的な湿地が 92% も減少していると。で、それに伴って、こういう場所で、産卵していたような魚がですね、ものすごく減っているというような現状から、やっぱり魚が卵を産むような場所を作るじゃないということで始めたプロジェクトです。で、物の考え方はこういうことです。で、昔はですね、川も浅くて、水田もそんなかさ上げもしてなくて、川から水取ってましたので、ちょっとした出水でですね、水田に水が入ってきて、プランや土壌やなどが散乱するということだったわけですが、現在では大きな堤防ができて、水田は補助整備され、川は深くなり、生き物と、まあ、水田と川とのつながりがなくなって、まあ、太古の歴史、昔からですね、湿地を開発して水田にしてた我が国は、まあ、水田にしたとはいえですね、ちょっとした出水で川と水田がつながることにより、生き物の多様性保たれてたわけですけれど、ここ50年の間に、水田と川のつながりがなくなってきたと。まあ、こういうことに対してですね、自然再生事業をやろうと。ですから、ごく普通に見ることができた、船、ナマズ、土壌、テナガエビが減少してきていると。これらの魚介類に接する機会も失われてきた。ということで、これと逆のことをやろうであろうということです。多分ですね、事業仕分けがこの時あればダメだったでしょうね。国がどうして濃い船、ナマズ、土壌なのだ。時だったらわかる。コウノトリだったらわかる。この時も財務省にだいぶ、当時大蔵省ですが言われました。どうして国の事業で船、濃い、土壌、ナマズなんだと。日本中で船、濃い、ナマズ、土壌が減ってるから、日本で一箇所ぐらいこのモデル事業をやっていかないといけない。モデル事業今ダメですね。今だったらダメでしょうね。よかったと思ってます。本省の係長から電話がかかってきてですね。島崎さん、どうも財務省説得できないんだ。どこ出身だ？その担当官どこ出身だ？東北か。わかった。西日本は、昔から開発されてて、船越土壌がいない。東北の人にはわからないかもしれないけど、って言っとけって言って、今から、財務省行って説明するんだけどって言って、電話かかってきて、そう言いなさいって言って、島谷さん、北海道の事例を1個差し出して、あざめもらってきました。ちょっと嬉しい電話をいただきましたが、ご迷惑かけてます。が、そういう状況で、多分ダメでしょうね、今じゃね。で、そういうこともありましてですね、あざめの瀬の自然再生計画の目標は、この河川の氾濫源的湿地を再生するということと、人と生物の触れ合いを再生する。いうことですね。その2つを目標にしたわけです。面白いですよ。いろいろおじいちゃんたちに聞くと、昔はテナガエビがたくさんいたと。裸眼で魚が見えていた。
よく考えると変な表現、今見るとどういう意味やろうと思う。昭和38年頃まで津賀に、あ、九州では木津賀に津賀にと言います。夏場は晩飯のおかずは貝だった。なんか川にしじみ取り入ってた。で、食用としてウグイ、コイ、フナ、カニ、テナガエビ、メダカ、ナマズ、土壌が取れてメダカも食べてた。稚魚じゃないかと思うんですけど、しかしアザメの巣、今ものすごいメダカがたくさんいます。で、これが掘削前のアザメの巣でして、これ見ていただきますとですね、こういうふうに対岸は堤防があるけどアザメの巣にはないと。で、ここをですね、まあ、河川改修によって堤防を作るかどうかでいろいろ議論があったそうです。で、堤防を作るとですね、ここだけ狭いんですけど、こんなに潰れてしまってですね、お金もかかって仕方がない。じゃあ、ほっとくわけにもいかんですね。上流でその狭いとこを開けるから、また洪水ひどくなるということで、ここをですね、用地買収しようという話になっていたわけです。で、ゲートボール場を作ろうか、サッカー場を作ろうとか、とかいういろいろ話が出てたんですけど、サッカー場を作っても、サッカーをする子供たちはもうあんまりいない。というようなことで、もうやめましょう。で、ここはゴルフ場です。このゴルフ場の水がこう流れてきてですね、その農薬どうするとかいう議論も何度もしました。で、本省に行きましたら、当時の河川環境課長が、島田にアザメの巣をやるのはいいけど、住民参加はちゃんとして、住民の人がちゃんとやりたいという施設を作らないとダメだよ、という偉い言われました。じゃあ地域の人と、ちゃんとやっていいですかって僕が聞いたら、いいよって、本当にちゃんとやっていいですかって、いいよって、わかりましたって言って、これで本省の言葉をもらったんで、もうこれから誰もにも言われずに地域に入っていけると思ってニコニコしていきました。で、また難しい人がいてですね、自然再生事業っていうのは、昔の姿がどうだったかをちゃんと調べないとダメだった。とか僕は思ったんですけど、別に生き物が住めるような環境を作ればいいんじゃないかと思ってたんですけど、なかなかそれではですね、東京を説得できなくてですね、東京は陸地っぽいですよ、関東です。九州だとイケイケでずっとできるんですけど、なかなかそうだね。それでですね、地下方向にこう、掘ってみました。ここですね、どうなったか。こう、6メーターぐらいまで掘ってみると、下の方にこう、これを見ると、こういうところは粘土ですね。黒いところは粘土で、赤いところは土。まあ、こういうことになってきて、年代測定も全部しました。そうするとですね、TP5.5 メーターの地層は1000メーター前の堆積物ということが分かってきましたね。で、これをもとにですね、昔の地形を再現していました。これ大胆と言われてましたけど、こんだけしか点がないのに、この図を書くのは大胆だって言われたんですけど、まあしかしこういう出っ張りがあって川がこう流れていて、ここに山がありますから、まあここにですね、砂が出てくるということで、ここにこう細長い、自然堤防のような微高地があったであろう。で、この後ろ側がずっと泥が溜まってますので、ここが荒廃地だっただろう。で、ここにも砂のところができてますから、なんとなくこういう形の、まあ、ここが谷筋ですから、ここから結構土石流みたいなのが流れてきて、で、まあ、こっちの本流から言うと、ここに微高地があって、裏に湿地があるというような地形だったんじゃないかということが明らかになりまして、まあ、こういうものを再生しようと。で、いうことですね。こういうものを再生しよう。ここ自然って、荒廃湿地。で、まあ、過去においては洪水時に氾濫を繰り返しながら、松浦川沿いに自然堤防が、川裏側には湿地的な環境が存在していたと推定したと。地層は約1000年前の堆積物であり、近年の補助整備等の田園開発により、人為的に現在の地形へと変化していったものと推定した。じゃあ自然堤防と何かというと、まあこういう川があって、溢れるときに川沿いにこういう砂利とかを落としていって、周りが高くなると。そうすると、氾濫した水が返ってこれなくなって、ここが湿地になる。で、こういう湿地をずっと水田として利用している。で、人間はこういう微高地に住んだり、畑にしたり、林になってたりとしたという、こういう仕組みですね。こういう仕組みをよく考えながらやりましょう。で、当時ですね、自然再生は、いつ頃を目標にするかと。だから戦前を目標にしたらいいとかですね。明治時代を目標にしたらいいとか。
そういうくだらない話をみんなしててですね、私は非常にそんな 何年に戻すっていうのはナンセンスだと思ってたので、一気に1000年前の自然再生やっつってですね、ここに人が住み出したのは大体平安ぐらいなんで、大体1000年前ぐらいまで戻すと全く自然の状況に戻るということで、1000年前の自然再生というですね、一応それを言った瞬間にみんな思考が停止して文句言えなくなるのでそういうふうにしました。でこれがですね、推移です。で赤、実践が1年に1回の推移です。赤は1959年から1963年ですから約50年前の推移ですね。で青が、同じ1年にその月で一番年に1回の推移なんですが、一番大きい推移ですね。月に1回ぐらいはこれぐらいの推移になるという、まあ、雨が降った時の推移です。でこれが最近の推移です。で点々が平均ですね、その月の平均の、まあ、中央値の推移です。でこれを見てみると1959年と1963年で見ると約ですね、普段の水が 1.5 メーター水位が下がってます。要するに河川改修とかやって水位が下がってるという状況がよくわかるわけですね。で普段の水位が下がりますから洪水の水位も下がるかというと意外とそうでもなくてですね、洪水の水位は変わらないです。だから川は大きくしてるけど水高くなるということは、川を大きくしてるけど流域から出てくる水の量が増えてるということですね。うん、昔はやっぱりあっちこっちで溢れてたから、あんまり川に水が出てこなかったってことですから、まあ、1年間の水位差はこれが平均の水位ですから、もう1年中一定ですね。大体一定4メーターぐらいで、大きい時に7メーターだから3メーターぐらい川の水が上がる。で今はですね2.5 メーターから7メーターつく5メーターの水位が上がります。こんなに水位が変動してで、だからまず水位が下がってるから地盤下げない限りはもうつながらないわけですね。で現在のアザメの水位が 7.5 メーターですから、で普段の水の水位が 2.5 メーターぐらいですから 2.5 メーターまで下げないと湿地にならないということがわかるわけです。だから5メーターも起こらんというですね。でちょっと最初は心配だったので 3.5 メーターぐらいでちょっと掘ってみようということで一時掘削をして、それから状況を見ながら下げていこうということで計画を立てたわけですね。これが一番最初に、書いた図面です。まあこんなもんかなということで書いたんですね。まあ先ほどの図面と一緒に下流を水をあけ水入り口を作って、まあ、この辺を湿地にしていく。でさっき言った荒廃湿地みたいなのは前のこの堤防みたいなのそのまま残そうというようなことで大体考えていきました。これ最初の特急の図です。多少変わってきますが基本的にはあまり変わってません。要するにこんだけ掘らんといかんということですね。で最終的には川沿いに柳が生えてきて、あとは湿地になるというような状況を想定しているということです。で最初はですねシードバンクを使って植生を復元しようと考えました。で5メーターも掘りますので、最初ちょっと甘い考えで5メーター掘ったらその5メーター下の土からきっと昔の種が出てくるに違いないと思って、土の中に存在する生きている種子、これを使って復元しようとでやりました。で地元の人に手伝ってもらって各地層ごとにですね、プランターをにこう土を入れてですね水を張って、子供たちとかいろんな人に手伝ってやってみましたが、地下からは全然発芽しません。やっぱり地下の種は死んでるということが分かりました。でシードバンクによる住民参加は見事失敗ということです。だけど表面にはですね、深さ2メートルを超える土からは芽生えがあまりできない。で地方から2メートルまでの層についての現地に巻き出すこととした。だけどいろんなの出てきます。シジャクモとかですね、いろんなの出てきて、まあ、シードバンクいいぞというふうに思ったわけですけど、まあ失敗するわけです。でここはアザメの瀬という不思議な名前の場所ですが、これはこのアザミの花に由来しています。で地元ではアザメン瀬、
方言でアザメンセット。で、住民参加によってこれやったんですが、最初事務所に行って、アザメの生自然再生事業っていうのをやります。皆さんよろしくお願いします。で、まあいろいろ心配があったんですね。まずはこういう農村地帯で自然再生っていうのを地元の人が本当にしてほしいと思うのかっていうようなこともありましたし、まあどこでもそうなんですが、役所に対する不信感が非常に強いので、住民参加できるかなとかいろいろ心配事があったんですけど、まず名前ですね。アザメのせいにします。つまらん。つまらんって。アザメのせい方言やけんね。これが日本の代表的なプロジェクトになるときに、恥ずかしかった。アザミのせいのプロジェクトのせいだ。それでですね、名前をアザミのせい自然再生事業というふうに変えました。だけど、長老会に聞いとかんと知らんけんねって言われて、長老会に行くと、ここのプロジェクトの名前、アザミのせいにします。つまらん。昔からアザメンセって言うとに、そげに名前ば変えるとやったら国交省には、協力せん。それでまた名前を戻しました。だから記者発表、一回アザメのせい自然再生事業って記者発表して、次またアザメのせいはアザミのせいになりましたって記者発表して、アザミのせいはまたアザメのせいになりましたって記者発表して、新聞記者が怒ります。新聞にそんな何度も載せれないって。載せなくてもいいって言ったんですけど。だけどそんな長老から言われて変えないわけみたいな。だけど、アザメンセの運はちょっとやめてほしい。せめてアザメのにさせてほしいって言って。昔からアザメンセって言えば、言ったばって、まあよかったって言って、一応許可をもらって、あの名前をアザメのせい自然再生事業というふうにしたんです。まあこの例でもわかるように、本当に住民の意見を聞きながら自然再生をやってきたということでございます。これが現地見学会ですね。軽トラは白かった。ね。みんなです。みんな軽トラ。みんな農家の人です。ここ、町長さん。まあ、この方がもう非常に一生懸命やっていただきまして、市町村合併によって職を失われましたが、とても残念です。で、これが会合の状況ですね。これは小さいワーキンググループを作ってですね、原案を作っているところですね。もう一生懸命ですね。もう、亡くなられた方もいらっしゃいますが。で、アザメのせいの検討会では、こういう地域住民の方と行政とが中心になった検討会をしました。で、最初はですね、NGO、教育関係者、地元住民、婦人会、老人会、学校生徒と考えておりましたが、最終的には地元の自治会ですね、町会が中心となったプロジェクトに変わっていきます。NGO の人最初入ってましたが、中心が地元になってきます。やっぱり、地方では、旧自治会組織、いわゆる村の組織ですが、そういう組織が中心となりながら市民参加が行われるっていうのが非常に長続きします。3つの部落からですね、それぞれ代表が出てこられて、最終的に NPO 法人アザメの会というのができますが、そういう会ができて、今維持管理をやっております、おられます。で、行政としては国土交通省、大地町唐津市教育委員会に入っていただいてやるということです。で、整備計画を立てて、現地調査をして維持管理のあり方、それからモニタリング、みんな検討会で決めていくということです。で、この特徴は、大学の先生をアドバイザーとして外側に置いている点です。これ、いろいろな自然再生事業を見てきましたが、委員会形式で大学の先生が中心となった検討会をやると、必ずうまくいきません。やっぱり自然再生は、地元のものですので、やっぱり地域の人が中心になって、大学の先生アドバイザーでいただくというスタイルの方がいいということを、しみじみこれをやって感じました。で、これがアザメのせ検討会の合意形成のルールですが、まずメンバー非固定の自由参加の検討会です。委員会形式ではなくて、メンバーは非固定ということです。まあ、最初は佐賀県のいろんな自然保護団体とか、いろんな方に声をかけてたくさん来てもらっておりましたが、毎月1回大体、開きますので、徐々にメンバーが変わっていきます。これも非常に面白いところですね。月に1回ずっとやっていて、
現在でもやっておられます。出来上がってからもやっていて、今80回ぐらいやってますかね。なんか最近は回数の目標になってて、100回までやるぞとかいうことで、なんかやることに意義がある。で、先ほど言ったような専門家をアドバイザーとして位置づける。地元の幅広い知識を吸収する努力ということで、まあこの検討会に来られない方もいらっしゃるので、婦人会とかですね、長老会とか子ども会に行っていろんな意見を聞くようにしました。で、みんなで作り上げていくということで、この会の進め方とかですね、すべて相談しながらやります。で、それからしてくれではなくてしようが基本ということで、要するに事務所が中心になってですね、こういう検討会やってますん で特に私とか所長が出て行ってやってますんで、何とかしてくれんねんってすぐ言うわけです。おじさんたちが、所長草刈りはしてくれんねんすぐ言うわけです。ダメダメダメだ、してくれはダメよ、草刈りはしようって言わんねん、最後事務所が草刈っても よくばってんが最初からしてくれはいかんって言ってですね、何でも言って草刈りはしよう、国土交通省してね、ダメダメ、もう少し間を置いて言って国土交通省 してねは後よって言ってですね、まあだんだんそういうふうにして、要するにみんなでしようっていう意識を持ってもらいたいということですね。で、繰り返し話し合うということで、進め方もみんなで決めるということです。で、私がいる間に二十数回やって、その後も60回もやってます。とっても素晴らしい。面白かった、とっても。大体、月1回やってたんですけど、月2回ぐらいにちょっと、どうしても仕事の都合で開くときがあるとですね、移動の噂になると。島谷ですから、移動するらしいと。やる気がなくなった悪い噂がすぐ、これやっぱ月に1回ちゃんとやらんといかんっていうね、ことが感じましたが、まあだから回数、1回の時間はものすごく短いです。1時間半とかですね、パワーポイント5枚とかでやりますんで。で、これ見ていただくと、第1回の新聞が、あざみ新聞。これ、一番上、ちっちゃい字で誰も見えないと思いますが、これまであざめと言っていましたが、検討会で、あざめはあざみだという意見が出たので、あざみになりましたって、一番上に書いてあります。で、ここでは新聞を出しまして、資料は基本的に配りません。全部パワーポイントでやりまして、で、決まったことを次回にニュースで渡すという、そういうやり方をしております。で、ここで次がまたあざみ新聞になりました。ここまで書いてある。またあざめの授業の、あざめはまたあざみになりましたよ、なんか書いてあるんですけど、こういう形で毎回こうやってですね、ニュースにしていくということです。で、いろんな方にシンポジウムとかですね、でお話をしていただいたりする中で、地域の方が、この自然再生っていうのは誰もやったことありませんので、その意識が高まるよということと同時に、ここにいろんな人の顔が見えてますが、公募型の評価をやってもらってます。事業仕分け絶対これダメでしょうね。100万円、1研究者100万円ずつ。でですね、外部評価ですね、いわゆる今で言うと。研究してもらうと。あざめの背の研究して評価してもらう。ということで、6人の研究者に毎年研究費をお渡ししましてですね、3年ぐらいやっていただきましたね。ちょっと自然再生には早かったですね。まだ自然が再生される前の3年じゃ何にもわからないということでよくわかったんですが、それでもいろいろ面白い、こういう方が関わっていただく中で、学生さんが地域の中に入っていただいてですね、地域は活性化しました。ドクター、今までですね、このあざめのせいでドクターが、今年また一人出ますね、二人。修士はもう三人ぐらいとかいうことで、研究の場としても非常に貴重になっています。で、これが出来上がりですね。いろいろ議論しましたが、上流からこう川が流れてきまして、ここがオープンになってまして、洪水の時にはここから水がこう入っていきます。で、下池、上池がありまして、こうクリークっていう川がです。これは上流にですね、ここ谷になってまして、この谷の水がここにこう入ってくるようになってまして、これが抜けている。で、この水が
まあ、川を供給している。で、先ほどありましたゴルフ場から流れてくる水がここに入ります。で、この池が水が基本的にはここから入れた方がいいと思うんですけど、入らない池になってまして、ちょっと雨が降るとこう逆流していってですね、この池とかに水が入る。で、ここに田んぼがありましてですね、地元の人たちが田んぼを作りたいということで、田んぼを作ってます。これもちょっとどうやって許可されたか非常に微妙なんですけど、国有地です。ここ国土交通省の国有地に水田があります。多分これ雑草になってるのかもしれませんけど水田があります。で、これ環境水田になってまして、子どもたちと一緒に地域の人がこの稲を買って育てているということです。これは下流から見たところですね。非常に美しい風景になっています。着々と自然を変えてきた。これは皆さんご存知ですか。クリスチャン・ゲブリ、近自然河川工法の父ですね。彼が来ました。クリスチャン・ゲルディがアザメに、で、地元のおじさんとやり合いました。ゲルディはせっかくこんな土地があるならば、こんな堤防みたいなの取っちゃって全部川に返せる。で、地元のおじさんはその昔からここは洪水で困ってて、上流から水なんか入れたらここは荒れて、生き物はそんな簡単に住めるような場所にならないから、絶対下流から水を入れた方がいい。彼らはおじさんとゲルディが大激論をしましてですね、地元のおじさんたち一歩も引かず、この人は近自然河川工法の父だよ、水源とは関係なかった、昔から俺たちはここで見とるってようわかっとみたいな感じですね、言いました。それで今こういう形で出来上がりましたが、先月ですかね、先々月からゲルディ来ました。僕は日本でこの場所が一番好きなんだって感じで今出てきます。じゃあ大好きです。まあ、いわゆる霞堤ですね。日本でいう霞堤です。こういう風になってて、下流から水が入る霞堤で、日本の伝統的な治水工法ですね。まあ、いわば象の花なんです。これ象の花、象の花は霞堤だったのか、見ていただくと分かりますが、洪水の時は見事こんなになります。下流から水が入ってきて、象の花です。全く天狗の花違うかな。まあ象の花です。まあ似てるでしょう。こういう形ですね。こんなに水が入ります。今年も入りました。この辺まで行きました。死ぬかと思いました。すっごい面白い。まあ、洪水の時ですね、今ももうちょっと木が生えてるんですけど、洪水の時にはですね、川の中に住んでる虫が全部木の上に上がってきてですね、もうすっごい量の虫がいるんですよ。すごい楽しい。で、実はこれが目論みで、先ほどお話ししました時に、洪水の時につながるような湿地をやる。で、こういう水門的な環境を再生するのが最大のポイントなわけですね。で、こういうその時々洪水が入るという環境によって、植生は湿地的な植物が維持されて、ここで魚が産卵し、多くの生き物が住むということになるわけです。で、これが芝漬けって言って、まあ、竹とかを切ってですね、洪水の前にこう沈めているところですね、どれぐらい魚が産卵するかという調査をしているところです。あ、見てください、これ全部卵です。ものすごく見えます。卵です。フナ、ナマズ、モツゴとかですね。これ見てください。20センチもあるような大きな貝ですね。これは最初想定してませんでした。これ約2000個住んでます。見事、成功です。これ九州大学の学生がドクター論文今書いてますが、どのようにしてこの貝がこの中に入ってきたのか。で、この貝がこの中で生き続けていけるのかという調査をしています。で、まあ、毎月行って、そのどういうふうに大きくなっているかとか調べてますが、すごく早く大きくなることが今分かっています。これ成長曲線ですが、成長曲線で、
アザメの背の年齢が3歳なんだけど、それより大きい個体がたくさん中では見つかっているという結論になってまして、わずか3年でですね、16センチぐらいの女の子です。だからこれはアザメの背ができる前に生まれたやつがここにいるので流れてきたんだろうと彼は推測して、ドクター論文を今進めてますが、上流でこの貝が見つからない、全く。だから彼の仮説は裏付けられてません。全然裏付け難しい。だけどそのこのいつも彼らうちの学生みんなこれを開けてみてるんだけど、卵が 99% これに産卵してます。卵の生息場になってます。だから見事産卵源の生き物が増えてると。でこれが彼らがやってる横軸が体長で、何パーセントぐらいここにいるかっていうのを調べてるんですけど、洪水があると小さい個体が増えるということで流れてきてるんじゃないっていつも言ってるんですけど、上流で見つからないからどうもそれを裏付けられてないんですが、まあしかしこういう湿地を作ってですね、こういう二枚貝がずっと永続的に生き続けている場所と日本ほとんどありませんので、淀川のワンドッチのいろいろ修復してますけど、あそこでは二枚貝なかなか定着しませんので、アザメは見事に成功ということです。それからですね、先ほどもシードバンクの話をしましたが、実はですね、ここは皇太子殿下が見に来られました。それで事務所は早く植物を生やしたいために、表土の一番表面を敷き鳴らしました。そのために外来種いっぱい出てきて、こういうのもほとんどなんとかもいいとか言ってたんですけど、残念なことをしましたが、本当にそういうことをしなければいけなかったのかという疑問に駆られましてですね、こういう不織布っていうリードとかいうやつだと思うんですけど、油をこしたりするものなんですが、そういうものを20センチ ×20 センチのものを洪水が起こる前の日か前々の日に置いといてですね、洪水の後に来ますとこういう泥が溜まります。でこれをですね大学に持ち帰りまして、洪水によってどんな種が運ばれているかという研究をしております。なんと100種類もの種が流れてくることが分かりました。そのうち25種類、春とですね、これ6月の出水と4月の出水で、出てくる、種が植物違うんです。夏の出水は春に種を落とすやつが流れてきて、春の出水は夏および秋に種を落とすやつが流れてくるということが分かってまして、約100種類、ちょっと種類違うんですけど、で水生植物もそのうちの4分の1ぐらいは湿地性の植物いるということで、どうやら、ちゃんと上流に植物が生えているような川では、別に植物が生えるかどうかなど気にしなくても種をたくさん流れてくるということが分かりました。これはもう自然再生するときとても大切なんですが、川はちゃんと植物の種を流してくれるということが分かりました。まあこういう研究をしています。で、まあ入り口からの距離によってですね、発芽する個体数が違うということで、種も、出水で流れてきて、湿地の入り口にたくさん種を落とすというのも分かっています。で、あと子どもたちとですね、地域の人たちのつながりが非常に盛んになってきたわけです。で、先ほどもお話ししましたように、地元とっても熱心で、NPO 法人アザメの会というのができてですね、子どもたちと交流を始めました。で、それまでは、もうちょっと活動が停滞し始めたんです。で、地元の小学校の先生に話しに行ってもなかなか乗ってくれなかったんですが、校長先生が変わりましてですね、その校長先生が熱心で、小学校5年生、4年生が、こういう川で生物調査をすると。で、5年生が、ああいう田植えをして米を作るというようなことで、小学校4年、5年の人たちと、地元の方との交流が始まっています。で、この近くの小学校は、の子供たちは4年生になるのもみんな楽しみにしています。4年になったら川に入れるということで楽しみにしています。で、これは上池の方にある構造物ですが、
こういう木製のですね、木で覆ってあるんだと思うんですが、構造物を作って、子供たちがまあこうやって観察できるような施設を作ったり。で、先ほど上池と下池とありましたが、下池は人間が入らない池で、上池が人間が入っていい池という位置づけにしています。で、地元の人たち すごい生き物詳しくてですね、何月に魚が入ってくるとか、そういう水深どれぐらいにすればいいとかいうのはもう全部地元の人が教えてくれるわけですけど、そういう形で作りました。で、松浦川本流でも子供たちをこうやって、泳がしています。とても楽しそうですね。で、これは先ほどの田んぼで草取りをしているところですね。で、このプロジェクトをやったときに、まあ、地域の人たちがいろいろ話してくれるわけですけど、田舎こそ自然環境がダメになっているのがよくわかるんだと。昔は生きた生き物がもう全然いない。で、こういう環境を取り戻してほしい。で、こうやって子どもたち、意外とだけど、ここ普段行くとあんまり人いないんですよ。だけど、こういう形でイベントで使ってるわけですけど、子供たちに、まあ、最初おじいちゃんたちの話では、孫に、おじいちゃんたちが孫に教えるんだ。親が子供に教える。昔はそんなことなかった。農家っていうのは忙しくて、青年層は働き。で、年寄りが、孫たちにいろんなものを教える。で、またそれを復活すればいいんだっていうのをしきりに言ってましたが、それが見事に復活しています。稲刈りですね。で、九州大学も私たちの学生がドクター取ってますので、こういう行事に参加してですね、いろんな教室を開いたりやってます。見てください、この嬉しそうな顔。これ上にため池があるんですけども、ため池使わなくなりましたので、年に一度こういうため池を干してですね、おじいちゃんたちが子供にこうやって教えてます。ドロドロになりますけど、これは楽しみ。これ食べます。で、先ほどの米をついてですね、餅つきをする。餅米を得てます。で、全校生徒で給食するということです。で、これがうちの学生、見込みますね。彼が貝の研究している林君ですね。これ事務所の所長ですね。で、子供たちと地元の人たちと、で、みんなで写真を写っているところですが、まあ、こういう形で、まあ、始めてからもう10年近くなりますが、まあ、やっと順調に来たしたということです。で、昆虫もすごくてですね、コウイムシっていう虫がいて、九州の玄界灘側にはもうほとんど絶滅していないんですけど、ここにはワンサと言います。だから、まあ、コウイムシはアザメの精ができたので、もう絶滅しないだろうというふうに、その専門家は言ってますが、まあ、こういう湿地の再生、もうこれからはできないかもしれませんけど、みんなで頑張って、ね、また子供たちに夢のある社会を作っていきたいなと思います。私からの報告は以上ということでございますので、どうもありがとうございました。質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。あれ、もうちょっと毎週は6ヘクタール。はい。5ヘクタール。お金？うん。いくらぐらいですか。5億ですか。いや、3億ぐらいですね。で、関係住民50世帯。2ヶ月ぐらいかかりました。うん、ありえない。まあ、話がついてるから、まとまりますね。はい、どうぞ。今はアザメの背のその管理って言いますか、例えば草刈りですとか、まあ、田んぼのお世話なんかも含めてなんですけど、基本的にはその NPO 法人アザメの会の皆さんたちというか、まあ、地域住民の方が中心ということですけど、が全面的になさっているということですか。まあ基本的にはですね、国が
やっぱ国の土地が。国が基本的にやってますけど、あざめの会も草刈りを何度かやったりですね。水田は完全にあざめの会でやってます。それは、変な話、住委託みたいな関係じゃなくて、多分な、それちょっとよく知らないんですよ。ええ、多分そうなってないじゃないですか。それが自分たちの、まあ、ミッションというか事業としてやってるみたいな感じなんですかね。だからそこにもちょっと問題があって、これ教育館あるんですけど、ここいつも空いてないんですよ。逆に。本当は空けていくといいと思うんですけど、自分たちの行事やるとき、おじさんたちも忙しいんで、空いてないというような問題があるから、空いてないということは多分委託してないんじゃないかと思うんですけど、逆に。建物は、あれですか、自分たちの管理、運営ってことですか？だから管理してないの。あ、してないの。だからなんかイベントの時だけ使ってて、鍵はですね、唐津市役所の大地支所がもに、だから、あ、市にいたから委託してる管理。市に管理を委託しているんです。で、使う時だけ開けて使ってるという感じですね。ありがとうございます。はい。だからなんかあんまり、そんな一生懸命というか、すごい毎日全部やってるわけじゃないので、逆に長続きはするかなと思うんですけど、その辺なんか非常に、都会だとこんだけの施設あればですね、すごい、虫いくら取っても絶対絶滅しないですね。本当ですよ。メダカなんてもうすっごいいますから。もう、ないですね、普通。都会にはないですよね。国家あたりでも。だって国有地ですからね、いくら取っても誰も怒らないですからね。水カマキリはいるわ、ガムシはいるわ、すごいですよ、松本虫。ちょっと行って10種類ぐらいですぐ取れますね。ぜひ遊びに来てください。はい、どうぞ。水に浸かった後の手入れはどんなことになるかということと、アザメはどの辺に咲いてるんですか？アザミですか？アザミはですね、土手に適当に。時々パラッとですね。別にアザミの花を植えようとかはしてなくて、まあ、時々生えてますけど。自生なの？自生です。もうちょっと自生した方がいい。ですね。で、植生の管理は、外来種はですね、一生懸命みんな、刈ろうとしてます。だけど、洪水が来た後は、枯れるんですね。そういう、セイタカアワダチソウとか、ブタクサとか、枯れますので、手入れとかあんまりしてない。何にもしてないです。だから、洪水来てくれると、その年はいいんですけど、あんまりないとまた、いろいろ雑草が、陸生のものがはびこったりですね、する。手入れはしなくていい。どんどんだけど柳が大きくなってきているので、将来森林になるかもしれない。その時どういうふうに維持管理するかとかいうのはあるかもしれません。まあその頃はもうバイオマスでなんかできるようになって、すごいいい燃料の場所になっているかもしれない。まあ時代は変わりますのでわかりません。まあだから維持管理はあんまりいらないですね。はい。他に、はい、どうぞ。嬉しいな。こういう氾濫源的な湿地っていうのを作りたいっていうのが私の一番の夢で、こんな大きな規模ではできないんですけども、 1.5、6ヘクタールで作ろうとした時に、遊水地という位置づけにはしてもらえないんですか？ですね、これは洪水調節効果毎秒5トンぐらいあるんです。だけど遊水地にするとですね、もっと入り口の高さ高くしたり、要するに洪水の時に効かそうと思うとですね、普段水が連続しないで、洪水の時だけ連続するようにすると、湿地の機能がちょっと弱るんですよ。だから、少しは効くん、だからもっと、その辺の程度はあると思うんですよ。ここはだから位置づけしてないんです。なぜかというと4000トンも洪水流量があって、5トンしか効きませんので、だけどこれ10個作れば50トンなんですごい効くんですよね、実は。小さい川だともっと効くかもしれません。それはできると思います。ただ位置づけがだから河川施設とすると結構エジルでの高いそういうものになっちゃうと、本当に湿地として作ろうと思ったらもう河川のお金じゃなくて
要素なんですあの場所によって違うのであれなんですけど、ここは国有地ですか、河川敷地ですか。完全に河川敷地です。要するに常に浸かるところを用地買収して河川の中に取り組んでしまうことによって、河川氾濫を防いでる、防いでるかどうかちょっとわからないですけど、ね、全部治水費ですこれ。いやだけど最後のいろいろなこういうものすごく掘削したり、こういう建物とかは自然再生事業費です。だけど今度河川環境整備全部切られたんですよね。切られてない？大丈夫？削減か。うん。環境なんかは今の政府全部切っちゃうんで。ね。まあ困ったもんだけど、まあそのうち変わってくるでしょうけど。これ、だから本来は自然再生としてやればいいと思うんですよ。自然再生事業っていうお金がある、あるんですよ。のやらないで時間を稼いだ方がいいってことですね。いや、多分今の政権もできるんじゃない。山口さんとかどう思いますか。いや、できると思いますよ。ああのちょっとマイク使う。なんか録音してる。いや、あの私も感想ですけども、あの今までの河川環境整備事業をどう説明したかっていうのは非常に疑問で、なんかこの間のあの仕分けの時にはグラウンドを作ったりね、公園を作ったりみたいなのその整備事業みたいに言ったんだけど、自然再生と思うとまた違うから、そこのところはやっぱりちょっとあの多分これはこの話は生きてくると思いますけどね、再生はね。あと地域の人間が参加したっていうあたりが極めて今の民主党の性格には合ってるんじゃないかとは思うんですけど、ね、で環境再生のですね、環境再生に対するその地域の期待っていうのは極めて大きいんですよ。これはもう都会都市もそうですし農村もそうなんですよ。でちょっとあざめとは離れますけど、福岡で今あの災害が今年以外福岡都心部で起こってですね、ヒーガーっていうのはあのこの問いの日ですね、二度の日に変わって、それ市民会議ってあのインターネット引いてもらえば出ますけど、全住民参加型治水事業っていうのを始めたんです。要するに小学校、中学校、公園、各家、事業所、ため池、山、いろんなところで水を溜めて洪水の量を減らしましょうと。でその代わり川の環境はちゃんと整備してほしいというようなんですね。全住民参加型の治水事業というのを始めると、そういうところに水を溜めるとかいうのも非常に重要なアイテムになってきて、で公園サイドの人もあの公園に湿地作りたいんだけど優先度が非常に低いらしいんですよ。だからやっぱりそういうムーブメントを起こしていくことによって、で 1. 点何ヘクタールもあったらすごいですよ。これ6ヘクタールって言ってますけど、あの水の入る部分は3ヘクタールかそこぐらいですから、この半分あればすごいことできますよね。であのバックウォーター型の思ったのはバックウォーター型の湿地と、あの氾濫源も上流上から水が入ってくるタイプの湿地と、下から水が入ってくるタイプの湿地と、自然の湿地には二通りあるんですよ、やっぱり。で、上から入っていくところっていうのは常に乱されてですね。大変、維持管理も大変なんですけど、下流から入ってくるやつはゆっくり水入ってくるんで、危険もあんまりないですしね。で、土砂ゆっくり落としていってくれて、結構肥沃になるので、ああいう貝が入ってきたり、生き物にとっては、そういう後ろから入ってくるタイプっていうのに依存しているやつもたくさんいるので、両方一緒にしようとすると、狭い空間だと難しいので、どっちかのタイプでやられた方がいいと思うんですけどね。はい、ちょっと先に。あ、なんかアドバイスですか？いや、アドバイスっていうか、多分こういう理解じゃないかなと思うんですか、はい、あの、おそらくあの、先生やられた頃は2001年、その当時ですよね、はい。で、さっき説明されたように、多分稼働断面、要は治水のその、あの、理由でやっぱり回収しなきゃならないと。で、まあ、堤防を突き付くよりかは、その、全面的に湿地にした方、しても、まあ、効果、が期待できるだろうということで、その当時は多分あの治水安全であげるっていう、まあ、名目っていうかですね、まあ、そういった大義名分があってやられたんじゃないかなというふうに思うんですよね。でもちろんあの先生のその関心で、まあ、湿地をすることで、まあ、生態系を豊かにするというところは、まあ、どちらかというとその副次的な効果でやられたかなというふうに理解してるんですよね。でそれはまあその当時の話で、今は多分自然再生とかそういう手段が増えてると思いますんで、まあ、あのそういったその生態系を豊かにするっていう目的だけでも多分整備はできる。で先ほどおっしゃったあの 1. 点何ヘクタールのところですかね。
まあそこの状況どうなってるかわからないし、あの管理者どうだったかわからないですけれども、多分その河川堤防としてやっぱちゃんともう整備されているんであれば、まあちょっとやっぱりそれでさらに追加して、あの自然再生のためだけにやるっていうのは、まああの、まあ、予算の状況だとか、あるいはその地元の熱意だとか、まあその辺の政治判断が出てくるのかもしれませんけれども、今先生やられたのは多分河川改修をやられるまあ一環でされたから、まあそれなりのやっぱ大義名分があったということでしょうね。いや自然再生としてやったんですか。自然再生事業です。自然再生事業ですこれ。自然再生。ええ、別途です。だから用地買収までは治水で、復元するところは自然再生事業という違うお金を入れてやってる。だから用地買収はやっぱり治水なんですよね。そうです。だからその土地を買わなきゃならないっていう理由はやっぱりないです。あ、そうです。いや、それはやってもいいと思うんですけど、それはあの、実は佐渡で今、だけど土器なんですけど、土器なんですけど、それはあの、こんなちっちゃい川の水田までダーッと買収して、中小河川の自然再生しようとかいう例もあるので、用地が買えないわけじゃない。あ、じゃあ、掘るだけでしょ。でもそれは難しいです、東京都は。東京都か。だから多分そこはあの河川管理者のあれで、まあ、無償提供してもらえるんだったら、まあ、いろんな工夫ができますよねっていう考え方あると思うんですけど、もし土地があればですね、でしょ、したらね、土がどっかいるときそこから掘ってもらえばいいんですよ。例えばですね、このあざめはですね、1年目はあの堤防を作るためにここから土を掘ったんです。そうすると、お金全然かからなくて湿地はどんどんできていくんですよね。だからどっかの工事の時に土がいる時にその土を取ってもらうと、湿地って掘るだけですので、まあいろいろ手はあると思うんですよ。まあ、いや、どうせやられると思いますが、頑張ってください。あと、どうぞ、最後、よろしいですかね、お時間になります。すみません、大変興味深いお話ありがとうございました。自然再生事業ということでおやりになられたというお話なんですけども、これあの BYC みたいなものっていうのは出されているんでしょうか。出してないです。治水事業としても、洪水調節施設の役割があるので、そちらの方では費用対効果みたいのは出してない。両方出してない。はい。ああ、どうもありがとうございます。いや、環境出ないですよ。っていうか、あの、ベネフィットが出ないです。基本的に。だから、あの、いろいろ、このメンバーの中でも CVM とかやってる人もいらっしゃって、まあ、計算はできるんですけど、そうですね。CVM は、まあ、手にはならないです。やられてるのかなと思って、ちょっと。CVM やってるんですけど、はい、まあ、手にはならないです。人を説得。まあだからそれで納得していただけるんだったらやってもいいけど、CVM ってこれ2000円出していいですか、1000円出していいですかってでしょ。大体1000円ぐらいですよ、どこでも聞けば。だからそれに人口かければ大体その値段になるんで。あと比較法、最近は比較法すごく多いらしいですよ。こっちとこっちとどっちがいいですかっていうような聞き方ですね。それをすると出てくるかもしれません。この道路作るの、この湿地作るのどっちがいいって聞けば。道路の BYC 出てれば、その湿地よりいいって言えば、それよりもこっちの湿地の方がいいってことになる。そういうやり方がなんか、環境には有効らしいですよ。きっとうんと出てくると思いますよ。そういうやり方すると。嫌がる人もいっぱいそうなんで、ちょっとしないでもないですけどね。きっと出てきそうな気がする。はい。どうもあの、貴重な時間をいただきまして、あの、聞いていただきまして、ありがとうございました。じゃあ、あの、土木コレクション2009の会津シンポジウムをこれで終わりたいと思います。東京駅の丸の内、北口のですね、あの、行幸通りで展示しております。非常に立派ですので、ぜひご覧になってください。今日はあの、金曜日の連休前にわざわざ来ていただきました。ありがとうございました。本日は録画録音をしており、いずれ公開することも考えております。今日ご質問になった方で、公開は控えてほしいとおっしゃる方いらっしゃいましたら、教えてください。よろしいでしょうか。はい、じゃあどうもありがとうございました。
から水が入る霞堤で、日本の伝統的な治水工法ですね。まあ、いわば象の花。